からそっちからいけ。オッケーオッケー、いけ、こいつに核を入れる、こいつに核を入れてこいつを倒して、よっしゃ。今回は新しく追加されたインフェクテッドファイナルスタンドっていう新モードをやっていきたいと思います。このモードは普通のインフェクテッドと違って、生存者とゾンビ側が分かれるっていう、やられたな、ちょっと待ってちょっと待って、やられたな。ちょっと説明してるときにちょっと蘇生一回、ちょっと蘇生してから一回説明。よし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 。左側の17って書いてるのがゾンビ側のライフで、この人間サイドはゾンビを17人倒したら勝ちと、で人間側は5人みんながやられたら負けっていうルールです。おーマジでやられる。ちょっと待って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 、すぐこういうのすぐ蘇生、こういうのすぐ蘇生するのが大事。よしよしよし、とりあえず蘇生。オッケー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 。待って、俺な待てよ。ここにモルトフを投げてたけっしょ。モルトフ投げて、ここパカ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 、おーしょー、危ない。あ、俺もちょっと待って蘇生。ナイスよしよし。え、あれナイスナイスナイス、びっくり、待てバカ、え、ちょっと待て、おい、負けたやん、まあいいや、今ちょっとルール説明するか。で、今残り50秒ぐらいなんだけど、50秒経って、まあ50秒経っても倒せなかったらゾンビ側の負け。で、50秒逃げ切ったら人間側の勝ちですね。この人1人しかいないから、この人1人で9人倒すか、時間以内生き残ると。頑張れ。あと30秒逃げれば勝てる。頑張れ。これ人間側で取っとかないとマジできつい。10秒、あと10秒頑張れ。あと10秒。そう。いいよ。あと10秒生き残ればいい。あと10秒だけ。頑張れ。え、頑張れ。ナイス。頑張れ。うまい。いける。かっこいい。お前イケメンすぎるわ。お前イケメンすぎだ、この人。やーば。レベルが物語ってるわ。やば。イケメンすぎる。すごいな、この人。よし、次はゾンビ側。まあ、ゾンビ側はね、もうほんと体力20しかないから、どれだけ、まあ、早いうちに人間側の数を減らせるかっていうのが勝負になってくるよね。でもどうせ人間側は団体行動してるだろうから、まあ、団体行動してない奴がいたら結構カモなんだけど、いやー、そこおるよね。いいよ。左に全勢力をかける。左に全勢力。ナイス。はい、バイバイ。まあ、あと3人だから頑張ればいけるはず。トマホーク当たらない。よく、そっちから行け。オッケー。こいつに核を入れる、こいつに核を入れてこいつを倒して、ほいおっけー、イケメンすぎた俺。これはラスキル乗るでしょ。オッケー、ゾンビ側で1取れたのはでかいぞ。どうしようかな、普通のゾンビとして武器変えれるから武器変えてみる。ちょっと、まあ、さっきの人タイトン使ってたから俺も真似してタイタンで行ってみようか。なんかめっちゃみんな左行ってんな。左行こうか。なんか海側にタムロする。あ、ここでも確かに強いかもしれない。これ泳がないとね、泳いでくるかトマホーク当てないとこっち来れないから。え、ちょっと待って、いるくない？え、いないそれ？え、やられ、え、え、ちょっと待って、え、やられてる、ちょっと待って、やられてる、待って、やられてる、え、うえ、これダメだ。トマホーク当たったらもう、トマホーク当たった瞬間に一撃や、これ。負傷状態とかないんだ、水の中だから。これ強いように見えて弱いぞ、これは。これはダメだ。ここの水の中で戦うのはインフェクテッドにとってダメだ。ここはダメだ。水の中で戦うのは NG だ、インフェクテッドで。ゾンビ側でな、勝つのは難しいから、まあ、勝てたらね、本当生存者側の方が勝てる確率が高いから、このラウンド取れたらほぼ確実に勝てる。まあ、水はちょっと無理だったわ。インフェの水はダメだった。トマホコ構えて、投げて、あって、え、待って、3人負傷してる。待って。待てよ。核入れて。あとどこだ？あ、そこか。待て。オッケー、ナイス！ゾンビ側で勝てるのすごいな。いいよ。強い。これは強い。もうここでな、生存者はここで戦うのがいいんじゃないかな。どうなんだろう。まあ、みんなそっち行くならそっちついていくけど、どこがいいんだろうね。そこ行く？ここの倉庫強い？いや、まだ行くね。どこまで行くつもり？え、ここで戦うの？これ。ここで戦うって強いの？これ。これ強いのか？蘇生できるかな？オッケー。なんか敵が止まった。やばい。ナイスキル。意外とここは確かに強いかもしれないな。スカベンジャーで弾回収しておいてと。左側鳴ってない。ナイスキル。ちょっと待って。これはやばい。やばい。一人やられた。これは厳しい。あ、やばい。俺もやられた。蘇生入れる。蘇生。いや、俺そっちまで行きます。あ、敵が来た。どれに核を入れていく。あれかな、人間側の方が強いって思ってたけど、意外と
ステージによりけりなのかな、これゾンビ側の方がなんか勝ってる気がするんだよな。スタートと意外とゾンビ側の方がこのステージ強い説ある。なんか結構まあそんなに言うほどやってないけど、なんか人間側の方が圧倒的に勝ってたんだよね、他のステージでは。このステージゾンビ側の方が強いっていうのある、もしかして。あそこおるな、そこおったね、水の中にいるな一人。今いたよね、今ちょっと見えた、水の中にいた気がする。ちょっと泳いでておるな、おるおるおる。これバレてなくて、え、トマホーク遅っ、進まろ、ちょっと待って待って待って、いけ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 、 OK、 よっしゃ、格殺なんですね水の中は。水の中ダメですよ、いい目で。 OK、 いないな、やばいな、あと1分ちょっと逃げられたら逆に負けるんだよなこれ。戦うだけがノーじゃないっていうのを思い知らされることになってしまう。どこにいるんだろう、水の中とかな、おりそう、え、違う、魚か、魚を人間と間違える男。お、待って待って待って、おるなおるなおるな、落としたら、ナイス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 、はいはい、よっしゃ、オッケー、うまいね、よっしゃ、勝った勝った勝った、いいねいいね。やっぱここのステージはゾンビ側の方が強いのかもしれない、ゾンビめっちゃ活躍できる。